皆さんこんばんは、勇者です。はい、6時過ぎたので、勝手にこんばんはと言っております。はい、続きまして、今日プラスプラスいきます。今日で苦戦して、今日プラスは証券クリア。で、今日プラプラと。まあ、苦戦するに決まってます。はい、ケフカ戦です。一応確認したんですけど、開幕いきなり回復しろって言っとるんですよね。で、あとは魔法がバンバン来るから、魔法をとにかく、気をつけろということですね。で、魔導注入を使って自身の魔力を一定時間上昇させた上に閉鎖状態になるから気をつけろ。これは解除しろとは書いてないのがちょっとよくわからないんですが、まあもう、一回ちょっと、ガン無視スタイルでいこうかなと思います。というのも解除するような人がいないんで、うち。イングズを連れていこうか、セッツァにするか悩んだんですけど、ちょっと魔力を下げきることを優先しようと思って、セッツァを連れてきました。はい。で、ガチャでね、その魔法バリアの決まりのなんか武器が出たので、それもね、ちょっと試してみたいんですけど、もちろんレベル全然足りていませんので、足りてないというか、多分そもそも迷子でどこにもいませんので、まあそれは、おいおい試してみるということで。まあ、まずはこの布陣でいきます。で、今鉄壁をお借りしたんですけど、一戦目とりあえず鉄壁で行って、ちょっと守護神にするかもしれない。まあ、この辺もちょっと臨機応変に行きたいと思います。ちょっと1にします。これが絶対来るってやつですね。で、これは全体回復で必ず回復しないとダメと。即指導入ります。危なー。ちょっと、ま、一旦目で撃つのは別に構いませんが、その後おじいちゃんを殴るのはやめていただきたい。指導入ります。指導で急加速しますから、皆さん。この初手指導結構便利なんですよね。一気に全部仕上がるんで。ある程度仕上がることができますので、まあ、ベール貼っときゃ、とりあえずは、ちょっと安定しますよね。さあ、様子見ていきましょうか。あ、しまった。フルブレイク、いけばよかった。さあ、そして、エースが状態なのはセッターだけなので、さっさと殴り続ける。で、円安でさっさと貯める。ダディアも入れましょう。そして、シェルが、聖属性の必殺技とかを持ってる人が今、うちには一人もいないので、聖属性はもう使わずご利用します。そしてね、早めにセッターが溜まってほしいですね。セブンフラッシュ一発入れたいですね。全体攻撃がやばくなる前に。うわー、通らんなー、ダメージ。いやー、これ攻撃力上がってるはずなんですけどね。チューアップはしてるはずなんですけど、ダメージが通ってないですね。ただキャンセルは効く。次、ルーネスに変える可能性もあるんで、キャンセルが効くことが分かったのは結構大きいかな。キャンセル祭りにしていかないとダメかもわからない。特に後半。あちこちサンダが。なんじゃそれ。まあ、こういう鉄壁がちゃんと機能する攻撃に関してはありがたい。いやー、ゼルのダメージが悪いですね。通りが。かなり通らないですね。これは辛いな。まあ、ダディアも正直全然効いてないし。まあ、ここでまあ、会員頼みになります、今回も。どれぐらいダメージ入るか。まあ、この開幕は当然入らないのはしょうがないんですが、ここからです。あ、まあまあ入るぞ。この時点でまあまあ入ってる。ということは結構期待できるということです。多分ね、メテオクラッシュ重複するんで、使ってってもいいかもしれない。ダメージがちょっと、もうちょっと欲しいですね。正直、ゼル。やっていこうか。
よし、セブンフラッシュ。そしてもう鉄壁忘れる怖いので、この辺で張り直します。十分だと思いますので。さあ、うおー来た、アルテマ、うん、切れてる。よし。いや、魔力下げが効いてますよ、かなり。もうあとはね、いやー、ダメージしょぼいな。押し切りたいです、できれば。操りのは混乱、ここで混乱、カインが混乱。はい、ここで子供がわめいておりますが、まだ6時ですからね、言っても時間は。猫が鳴いてるみたいに聞こえる。いいやじゃ、夜中だと猫がすごいニャーみたいな感じビクッとするときありますけどね、出てる部屋のね、真横でね、猫がニャーって鳴りよるときがあるから、あれ怖いんですよ、本当に。あるあるですけどね、田舎あるある。さあ起きて。いやー、カインもったいなかったですね。1ターン無駄にしてるし、どうしたらいいんやろ、これ。ちょっと、カインの今の状態がどうなってるかがわからない。多分もう1回分はライトニングダイブ打てるんですけど、一気にダメージソースを失って苦しくなりました。大丈夫かいね。とりあえずライトニングダイブ一発打ちますけど、このゼルのダメージがしょぼいっすね。カインが2人いたらなー、いやー、そんな入らないっすね。やばいな。これはやばい。思った以上にダメージが通ってないっす。まあ、ゼルは弱いですけど早いんですよ。もうとにかく早いんで。警戒力して。はい。どうぞ。ベール貼ります。どうしようかな。テラでしばきますか。ね。テラでダリア一発撃つよりかは、もうしばいて起こした方がいいっすよね。今のなんや、フリージングダストかな。たまたま今かからなかっただけか。ラッキーですか、もしかして。残り14ヶ月しかない。もうマスクリを狙ってるわけじゃないんで、クリアできれば僕はそれで。嬉しいので倒しきりたいですが、後半が苦しいのはもう分かっている。今日プラスを初見でいけるとは思わないんですが、クリティカルも効いてるしな、割といいけどな。 悪くはないですけどね、流れは悪くないんです。ダリア入れましょうか。来た、ヘイストが入って、で魔力も上がってるんですよね、多分。これを解除するのはもう無理なので、ゴリ押しで行くしかないと。そこそこ入れ、クリティカル。前回生放送で、あの、今日プラプラに挑んでた時もですね、最後クリティカルが一回入るか入らんかで結果が変わるみたいなね、もう劇的なことがありまして、クリティカルのその重要性が非常に、トライン、え、大丈夫これ。え、これ。ダメージだけ継続とかになるのかな。はいはいはい。ユーナが継続になってるっぽいな。まあいいでしょう。おじいちゃんがもう一回指導できるかなという感じですか。残り6で。よし。よし、指導いける。この指導はでかい。この最後の1回の指導が後の三巡を買う。おら頑張って、おじいちゃん間に合うよな。間に合ってくれよ。いやー、ゼルの行動めちゃくちゃ早いですね。混乱すんなよ。あー、したダメージソースですから。いやー、きつい。
物理攻撃は多分もう来ないんで、セッサーでゼルを起こすか、ユーナを起こすか。おじいちゃんはもうね、おじいちゃんはもうこれでお別れ。永遠の別れですから。やったったった。これゼル混乱してるの痛いな。どうする？どっちを起こす？どっちを起こそう？うわー最悪や、殺してしまった。くそ、ちょっとちょっと間に合うか、殺しちゃったよ。いやもうじゃあ、あかんわ、もう殺してしまうから、もうハイマジやった方が良かったって話になるな。行ってくれ。あー惜しい、もうミリですけどね。くるくるブリだが、頼む、間に合え、うわギリすぎる、絶対レイド、うわ間に合ったんじゃない、行ったか、スイッ、いけ、おっしゃー、うわー気持ちいい、ギリギリ、いつものごとく私ギリギリでございます、はい、超ギリギリでございます、申し訳ございません。あーいや、マスクリは無理でしたけど、いや、もう十分嬉しいです。超ギリ。超ギリ。いや、まあ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 、ラッキーもアンラッキーもあったから、まあまあ、良かったって感じですね。はい。ということで、今日プラスプラスは今回も無事にクリアすることができました。生放送できなくて本当にごめんなさい。はい。マルチでちょっと生放送はやろうかなと思ってますので、またその時はぜひ来てください。では見ていただいて応援いただいてありがとうございました。